皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もひまわりやっていきましょう。今日はですね、今やってるワールドカップイベントのトークンがかなり溜まったんで、今回そちらね、使っていこうかなと思います。今ね、見てもらえば分かると思うんですけど、6600個溜まったんで、こちら使っていきます。で、ベース選手とライジング選手引けるパックあるんですけど、どっち引くよ、まあ、個人的にね、ベース選手、バカスカ引いて、まあ、その進化素材だったりとか、特訓素材、集めるのもありなんですけど、今ライジング選手の方でも117出る可能性もあるんで、ベリンガム、サカ、フォーデン、チュアメニとかね、ここら辺ビシッと当てれればでかいからね、ちょっとこっち回そうかなと思います。うん、これいきましょう。こっちね、50個だからね、1回が40個か。こっちだと相当回せるんですけど、何連できる、150連ぐらいできるんで、こっちだったらこっち回しても全然いいんですけど、どうしよう。一応さ、モドリッチとか112になってるし、あとはメッシ114だしね、こっち回してもいいんだけど、いや、やっぱこっちだね。こっち行きましょう。狙いはね、117の選手、ベリンガム、サカ、フォーデン、あと誰だっけ、ガクポとかフェリックス。ちなみにこいつらいくらだ、売ったらどんなもんだ。117見ていきますか。1億とかで売れる、もっと高いか、2億ぐらい。お、3億だって、ベリンガム高っ。いや、これ当てたいな。4進、3進、2進、1進。3億か当たったら、これでかいな。さあ、行きましょう。じゃあ、これ13回引けるんで、単発で3回行ったら、あと10連しようかな。それで行こう。さあ、来い。演出来んのかな、どうなんだろう。来ないか。あ、来るわ。さあ、来い。スペイン。どう ?CAM の誰だ、これ。おー、オルモ選手、いいじゃん。全然あり。演出は来るんだね。やっぱイングランド来たらめちゃくちゃ熱いな。イングランド激熱やん。よし、行こう。あと2回ね。さあ、来い。おー、演出来る、いいよ。どこ?セネガル。カメルーン?セネガルか。ガナゴ選手。カメルーンだったわ。さあ、次。あともう1回行きます。これ確率わかんないんだもんね。確率見せてほしいわ。まあいいや、行こう。さあ来い。演出は毎回来そうだな、これ。うん、やっぱ来るね。さあ強い国。はい。もうダメ、この人ダメ。110。話にならん。よし、行こう。じゃあ10連。この1ヶ月間貯めたやつが、ここで全て行きます。イングランド、あとは、オランダ、ポルトガル。ここら辺だわ。とにかくね、イングランド来たら激アツ。よし、行こう。頼むぞ。イングランドね、イングランド。はい。来い。さあ、来るよね、演出。どこ?イングランド。はい。最悪だわ。もう一番おもんない、これ。最悪すぎる。113点、お前。もう最悪だわ、これ。もう最悪。これ、確率変わってんのかな?どうなんだろう?変わってないか。まあ、何でもいいわ。こんなもんか。畜生。113とかが最大。うん。まあ、しょうがないと思います、これ。で、これ売るのもったいないんで、普通にあれか、特訓素材にするか。113だって、どこ行った、これか、これ。600万。売るのもこれもったいねえわ。まあ、オルモ選手も、うん。まあ、進化素材使おうかな、これ。はい。ちょっとね、しょぼい結果で終わっちゃったんですけど、最後ね、久しぶりに VS マッチ1試合して終わろうかなと思います。字幕でも書いてあるんですけど、この動画ね、撮った時がワールドカップ選手の能力更新前で、そのね、アップデートのタイミングでこの3つが追加されました。100万 TP パック、1000万 TP パック、1億 TP パックと。100万 TP パックが5回毎日変えて、1000万 TP パックが毎日1回で、この1億 TP パックに関しては週に1回変えるということで、今ね、自分がトークン使ってバンバン選手引きに行ったと思うんですけど、それやんないで、絶対にね、この TP と交換した方がいいと思います。1億 TP でも500個で交換できるし、なんで、今待ってる方はね、ぜひこのトークンと交換してみてください。さあ、やっていきましょう。相手のフォーメーションが433のホールディングですね。さあ、行きます。VS マッチもね、今ランク帯が変わっちゃって、チャンピオンに上げるのめっちゃきつくなったからね。今いるね、チャンピオンは本当ね、猛者の方が多いと思う。やばいか。
早いか、ロナウジーニョ。早い。クロスくんだろ。うまい。フリップ、フラップ、大丈夫。読んでいる。素晴らしい。ベリンガムからモドリッチ。いいよ。はい。ロナウド、パクトさん来た。ここら辺出すか。よいしょ。来てる。うますぎる。はい。はい。いや、惜しい。さあ、コーナー。コーナーもね、やっぱ入りやすいからね、今。相変わらず。ミスったわ。ダメ、これはミスった。これはダメ。真似しないように。さあ、つないで、ベリンガム、もう一回。さあ、来た、開いた。中開いてる。ほっ。さすがに無理か。ファール?お、ラッキー。ロナウド行くよ。ほい。行け。全然、センスゼロ。マイボール、マイボール。ハキミからファンダイク。どうしよう。ロナウド。オフか。いや、ギリギリない。ハキミ。いやー、出せない。そこ無理。オッケー。ナイス。ほい。来た。うますぎる、アルバレス。アルバレスもね、いいね。さあ、パクチソンから、アルバレス、いいよ。当て当てる。はい、来てるよ。モドリッチ。オッケー。何やってんの?ちょっと。それはやばいって。それはやばいって。ハキミ?いける?はい。大丈夫。いやー、強いハキミ、ナイス。さて、一気に当てて、中。通らないか。いや、無理か。ちょっとこれやばいよ。オッケー。出てない。マジか。いけるだろ。取れる。大丈夫。オッケー。それ無理で。ちょっと、大丈夫?オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。焦る。さあ、これ一回投げて。はい。うますぎ、それ。何そのパス。ナイス、アルバレス。裏抜けろ。パクチソン。そう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 。かわす。かわしていく。いやー、惜しいね。いいでしょ、コーナー。来い。いやー、ナイス、ロナウド。いいね。完璧だ。まあ、コーナーね、いつも言うけど、運だし、今入りやすいしでね、早く変わってほしいよな。その、ディフェンスがね、強くなったっていうアップで一回あったんですけど、全く変わってないっていうね。なんなら解約まであるからな、アップで。もはや。全然負けるっていう、ディフェンスが。さ、ルーベン。これ大丈夫よね。さすがに、ほら、こういうのとかもさ、危な。キーパー頑張れ。お、ちょ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 。バカ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 。鉄人ファンダイク。バカ。ミス多いよ。ちょっと。いや、ナイス。ちょっと今のファウルだろ。さあ、83分。ちょっと待って。怖いよ、これ。うまい。守ろ、しっかり。ロナウジーニョ。うまい、そのドリブル。取れないか。行こう、一人。いや、ナイス、ディフェンス。いや、素晴らしい。オッケー。落とし、そっちじゃない。危な。縦入れる。はい。はい。いやー、マジか。はい、試合終了と。そしたら最後はね、まとめの方をお話ししていきましょう。はい、ということで今回はイベントのトークン使ってパック引いてったんですけど、まあ結果ね、爆死ということで。あれもね、一応オーベラ上がって、確率は多分変わってないと思うんで、まあ、当たった方はね、ラッキーなのかなといった感じですね。まあ、一大イベントのワールドカップも終わって、次はね、TOTY があるんで、フィファモバイルは、まあ、そこ目指してね、また DP 貯めたりとか、はい、できればなと思います。ということで今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。で、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。